アングレカムセスキペダレはアングレカム族に属するマダガスカルコユーの着生欄である。1798年に発見され、1822年の文献で報告された。植物と倉庫なしの共振化に関するダーウィンとウォレスの予測が行われた植物種である。1、2、本植物種には標準和名がなく学名の音社で表記される。 俗名の御社は、アングレクム、種商名の御社は、セスキペダーレ、セスクイペダレなどの揺らぎがある。以下、本記事では、セスキペダレの表記を用いて、本植物種を示す。英語通称コメットオーキッドを直訳して、水星卵と呼ぶ例も見られるが、水星卵は通常は、オドントグロッサム属オドントグロッサムの卵を指す。セスキペダレは単軸成長する単子葉植物である。 この属では大型になるもので、茎は長く立ち上がり、草丈1メートルに達することがある。葉は厚みがあり、少し灰色味のある、小緑色で、先端が丸みを帯びて割れている。幼鳥は、通常20から40センチメートル、洋服は6から7センチメートル。根は濃い灰色で太く、茎から出ている。根は少なく、樹木の樹皮にしっかりと着生、位置する。 染色体数は 2n イコール42。原産地では6月から11月に伸びてくる茎の先に光沢がある6房星型の花ができる。ヨーロッパでは開花期は12月から1月にかけてである。花の形と時期がヨーロッパでの通称の由来になっている。コメットオーキットは花の形から来ており、クリスマスオーキットは開花時期に由来している。花は 緑色のまま咲き始め、次第に白くなり、最終的に薄緑色になる。花の緑色の濃さは株によって異なっている。花の特徴は長い緑の虚にを持つことであり、虚の長さは20から35センチメートルに及ぶ。虚の奥には少量の過密があり、フルクトースクロースグルコースラフィノースが含まれている。花は夜間のみに非常に強い方向を放つ。通常、 株あたり一毛から四花を同時につける。学名の種小名は、ラテン語で、一フィート二分の一を意味し、長い凶を指している。マダガスカル東東部の海岸近く、標高100メートル以下の低地に見られ、森林周辺部の木の枝に生育している。通常は、樹木の最も乾燥した枝や幹の部分で葉が少ない部分に着生している。このことによって、セキスペダレは、 太陽光と空気の対流を確保している。稀に岩を1であり、半着性1であることもある。年間降雨量3800ミ、mm、リメートルに達するタウで寒気がなく生育期が続く環境で生育する。セスキペダレがイギリスに持ち込まれ、原産地の環境以外で初めて栽培されたのは1855年であった。セスキペダレは 暖かく日光の多い環境を好むが、早け3を起こさせないように注意が必要である。生育は遅いが、大きく育つ前でも花をつけることがある。根は痛みやすく、根詰まり4には注意が必要である。2年から4年で根が鉢に回って根詰まりが起きると腰に至ることもある。鉢外には、歳には丁寧に扱わなければならない。根詰まりが起きにくくするためには、 キメの荒いバイドに植えることが推奨される。このランは特にダーウィンとの関連で生物学分野でよく知られている。ダーウィンは1862年1月にセスキペダレの花を入手し、その非常に長い虚に日着目した。ダーウィンは1862年の著書、ランの受粉の中で虚の奥の蜜線まで届くほど長い興奮を持ったの画が、 自然選択されていると推察した。1。ダーウィンが直径2 5ト、mm、ルのシリンダーをセスキペダレの鼻に押し込む実験を行ったところ、シリンダーを引き抜くときに花粉界5が付着してくることが確認された。彼はガが巨の奥の過密を取ろうとして、その頭部や体に花粉界をつけられると推測した。そのガが訪れた次の欄は、 同様の理由で受粉が起きる。1。乱の受粉発表後しばらくの間、異常に長い興奮を持つ、倉庫な者の概念は嘲笑され、そのような画が,が存在するとは一般には信じられなかった。ジョージ・キャンベルは、1867年の著作ザレイ・ン・オブ・ローの中で予測された画の複雑さは、超自然な存在によって作られたことを意味すると批判した。これに対して、ウォレスは、 同年のクリエーションバイ・ローの中で、ダーウィンの自然選択説を擁護し、セスキペダレと、その倉庫な者の画の仮説についても指示を表明した。この論争は、ダーウィンの死後、1903年に、ウォルター・ロス・チャイルドとカール・ジョーダンによって、ダーウィンの予測に当てはまる画が,が、マダガスカルで発見されたことで決着した。その画は、キサント・パンスズメ画と名付けられた。 アシュメイプレイリクタはダーウィンが存在を予測していたことに敬意を表して懸命されたものであったが、後にアフリカ大陸の生物史と同じであるとして、アシュメイは使われなくなっている。ダーウィンがセスキペダレとその倉庫なしの進化についていった考察には、後に強進化と呼ばれる概念が含まれていた。一、アルガが長い興奮を持って長い胸を持つンから過密を据えるとすれば、 興奮が短いがより有利である。しかし、ある程度以上に興奮が長いと、がは、倉庫な者ではなく糖密者となってしまう。植物側としては、倉庫なが必要であるから、それらのがでも、倉庫なが行われるようにさらに長い距を持つような、洗濯圧がかかる。以上の過程で、両者ともに、興奮、距が長くなる、洗濯圧が働く進化が起こったという概念であった。 この共進化モデルによって、セスキペダリエとキサントパンスズメガの進化が起こったのだと、すれば、巨と興奮の長さは、進化に伴って連続的な変化をしてきたことになる。セスキペダリエの進化に関して、ダーウィンとオーレスによる説明と異なる仮説による、進化経路が1997年に提唱された。その仮説は、倉庫なしシフトモデルと呼ばれており、長い巨を持つ植物の進化において、 倉庫なしとの共振化ではなく、進化過程で倉庫なしが入れ替わることにより、虚の長さの不連続な変化が起こったとする仮説である。その後の研究により、倉庫なしシフトモデルを支持する植物群も見出されている。3. しかしながら、倉庫なしシフトモデルは共振化モデルを完全に否定するわけではなく、倉庫なしシフトモデルに適合するとした小玉貴族の一部に、 ついて、過去の進化過程で、スズメガソーコナシャとの共振化が起こった可能性も、示されている。3。一般客中、引用 ABCD ダーウィン、チャールズ、オンザ・ベアリアス・カントライ・ブンセス、バイウィッチ・ブリティッシュ・アンド・ホーリン・オーキズ・アレ・ファータライズド、バイ・インセクツ、アンド・オンザ・グッド・エフェクツ・オブ・インター・クロッシング、ロンドン、ジョン・マレー、PP、197-203。 http://darwin-online.org.uk <く> <problem> スラッシュコンテントスラッシュ frameset ペタイプイコールテキスト &i-commando イコール回 800& ページシックイコール2122009年2月18日閲覧 abo-lessar-creation by-low ザクオータリー・ジャーナル・オブ・サイエンス S140pp 474から4772009年3月5日、閲覧。a b ウィテル、J.B.&SA, ホッチズ、ポラン・イター・シフツ、ドライブ・イン・クリーシングリー、ロング・ネクター・スパーズ・イン・コロンバイン・フラワーズ。ネイチャー447、706から709、ドイ 10. 10、10.1038。 ネイチャー 05857http コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pubmed スラッシュ179543062009年3月5日閲覧。園芸、ガーデニング用語以下は、特別に記載がない限り、参考資料、ビジュアル園芸、植物用語辞典及び外部リンク、欄用語集、 パークタウン、用語解説、素人園芸解説による。ABC 地勢、着勢、岩を半着性植物が生育する場所で分けた分類。地性通常の土壌表面で生育。着勢樹木や岩盤の上で生育。岩を岩の上、もしくは岩丈の薄い土壌で生育。着勢に含めることがある。半地勢着勢。 岩音地性の中間の環境で生育。AB 巨花避の基部が細長く伸びた環状の構造。内部に蜜を貯めている。葉焼けから強い日光が当たりすぎて、葉の一部もしくは全体が炎症を起こし、変色あるいは枯れること。根詰まり鉢の中が根で飽和すること。生育に悪影響が出ることがある。花粉回卵化植物の一部などで見られる、花粉相互が粘着している塊。 それらの植物では花粉解ごとそうこなされる。以下は英語版の脚注文献ノーツ及び引用文献でフレンススであり、日本語化の際には必ずしも参照していない。ありがとうございます。